あ、これはチェストあるんじゃない。やっと見つけた、やっと見つけた。ほい。ないんかい。ない木もあるんだ。あれ、キノコバイオームのチェストってレアなのかな？全然見つかんないわ。地下にも何もないよな。地下はもう何もないね。あ、サトウキビはちょっと持って帰ろう。キノコ、向こう、どうしようかな。キノコバイオーム探さなきゃな、これ。よいしょ。もうちょっと奥探索してみる？うわ、怖い怖い怖い。なんかありませんか？うわ、すげえ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 。読み込んで読み込んで。このバイオームあんまり探索してないよね。ここにも宝箱あったりするのかな？え、なんかここ広そうだぞ。ここにボスはいないはずだけど、よいしょ。うわ、すげえすげえ。なんだ？なんかありそうだけど、いや、何もないパターンな気もするけどさ。あ、サトウキビがありますね。ありがとうございます。何がある？あんまり敵もいないんだな。敵も少ないですね。わ、ちょちょ、びっくりした。もうやだわ。ほんとこの世界さ、急に敵出てくるっていうかさ、見えないから嫌だわ。宝箱系はない。なんだなんだな、なにに攻撃されてる？あ、あ、あ、お、お。ちょ、待て待て待て。光の球体、光。なんだなんだなんだ。ちょっと待てちょっと待て。なんか、なんか、なんか目に見えるようで見えないものと戦ってる。つえ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 、怖え。怖えよ。なんだこいつ、めっちゃ追っかけてくんじゃん。ごめん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 。なになになに？は？わお！あ、倒した？あ、倒した。え、なんなの？なんなの？マジでさっきの。うわ、すごいこの光景。ちょっとかっこいいよ。このマップ。あ、そうだ。アメンボのさ、素材が欲しいんだ。こいつ、蚊じゃなくて、アメンボ。あ、オッケーオッケー、これだね。この、水のやつが欲しい。よいしょ。よいしょ。行動しにくいな、この辺。この緑のってどこで手に入るの？これがまだ手に入ってないよね、確か。手に入ったっけ？いや、覚えて、なになに、またお前か、またお前か。お前しつこすぎるんだよ、ちょっと。やめてくれ。戦う気はない、君と。アメンボめっちゃいる。よいしょ。ほいと。オッケー。はぁ、大変だな、この辺。15個あったらもう足りるかな。これ、いや、足りないな。これいっぱい必要だわ。あ、サトウキビいっぱいで助かる。わ、すげえすげえすげえ。ちょっと見て見て。地下が全部水浸し。水、なんかありそう？いや、何もないよな。何もないね。ただ、水が溜まってるだけか。でもすげえ。宝箱系はないのか、この土地には。なさそうだね。あ、で、また新しいキノコバイオームに来たかな、これは。よいしょ。クワガタにはもう用はないと。この中、ないないあれ？うわー、チェスト系が全然ないわ。はい、ということで、一応紙とサトウキビがこれだけ揃いました。
よいしょ。あ、十分だね。もう紙も十分揃いましたね、これ。じゃあ、あとはコンパスだ。そうだ、マップを作るにはコンパスが必要なので、向こうの世界戻りますか。ちょっと向こうの世界で地下探索して、今回の番外編終了にしようかな。よいしょ。おー、朝かな？朝だね。ただいま、みんな。そっか、牛たちはまだこの世界に いるんだな。羊たちは、だいぶもう向こうの世界に行っちゃったっぽいけどさ。さあ、ということで、レッドストーンだね。とりあえず、マップを作りさえすれば、あ、自宅近くにこんな、とこあったの？お邪魔しまーす。まあ、レッドストーンくらいならね、すぐ近くにあると思うんですよ。ねえ、ちょっとなんか敵多くないか。あ、待って、虫特攻の剣を持ってきてしまった。こいつらに、わーわーわー、こいつらにそんな効き目ないよ。怖い怖い、ウィッチさん、オッケー。で、エンダーマンもいるのか。あ、え？あ、レッドストーンゲットしました。え、なに、ウィッチとかってさ、レッドストーン落とすっけ？え？誰の落とし物？なんだ？何が起きてたんだろう？ウィッチさん、オッケー。ウィッチさん、オッケー。レッドストーン3つあったら足りるっけ？レッドストーン真ん中に置いて、確かこうだっけ？これであ、できた。あー、レッドストーン。え、マジで？このレッドストーンなんであそこに落ちてたんだろう？あ、わかんないや。考えてもしょうがない。で、コンパスが、そう、この世界ではコンパスが役に立ちません。なんで、ネザーにいる状態みたいな、そんな感じですね。ということで、マップなんですが、よし、これが最大かな。ということで、マップを作ったんですが、ね、このマップを作った中心が自宅っていうことはわかるんですが、この世界のマップの使用上、ちゃんとマッピングされないっていうか、バイオームのその土の色が反映されなかったりっていうのがあります。で、まあ、それはなぜかって言ったらね、この世界は、どこが大地かわかんないっていうかさ、なんていうの？そこにも地面あるし、ここにも地面あるしっていう感じの地形の世界なので、ね、迷子にはならなくなる。うん、ちゃんとマップの真ん中に変えれれば自宅には戻れるので、迷子にはならなくなるっていうだけで、ちゃんとね、マップとしての機能ができてるかどうかって言えばできていない。そんなマップとなっております。まあでもね、これが作りたかったっていうのもありまして、それはなぜかって言ったら、まあとりあえず迷子になりたくなかったっていうのがありますね。このマップを作ったので、もう結構このマップ範囲内ならね、遠くまで探索できるかなと思ったので、全く行ったことのない土地をこの番外編では行ってみよう。多分この右だよね。ジャングルを抜けた右？こっち行ってないよね。行ってみましょう。